レンズはまず、光学4倍ズーム 35mm 版換算で 28mm から 112mm になります。で特徴の一つとしてまずこのレンズなんですけれども、開放F値がワイド側で 1.8、テレ側で 2.5 と非常に明るいレンズになっております。で表面のコーティングは SMC のペンタクス SMC コーティングですね。で有効画素数は1200万画素、センサーは 1.7 分の1のディメンション社の CMOS センサーを搭載しております。最高 ISO 感度は 12,800 なので、明るい開放F値と、ディメンション社の CMOS センサーを使うことで暗いところでも非常に綺麗な写真が撮れる、コンパクトカメラになっております。で後ろの背面の液晶はですね、3型の、92万ベルトで、チルト式の、液晶となっております。テーブル補正は、一眼レフと同じ SR のセンサーシフト式のテーブル補正と電子式の併用となっております。動画はフルハイビジョンで撮影できます。存在が音です。音だけでも。製品のコンセプトは、要は一眼レフというかフィルムカメラの王子の、いいカメラ、モノ薄光で作りましょうというので、外装はですね、真ん中の部分はプラスチックです。上位の金属板はこちら真鍮の素材を使って、いわゆる本当のモノという形で仕上げたものが今回の MX1 になります。で、あとはマクロ撮影 1cm の撮影が可能です。あ、そうなんだ。はい。